エキシビジョンホール、大東文化芸術中心は、台湾高雄市、大鳥山区にある劇場と図書館。私立大東国民小学の敷地にあり、800席のコンサートホール、半野外劇場、展覧館、図書館で構成される。公園自対面の大東公園と共に、大東文化芸術園区を形成している。大鳥山系右岸、大東公園に位置する。 元は1938年にこの地に移転してきた大東高学校の校舎を前身とする私立大東国民小学の校舎があった。高尾県と旧高尾市との合併により新生高尾市発足とともに中世公園の大東公園へのリニューアル、老朽化した大鳥山国地記念館に代わる文化施設が大東国小級校舎跡地に建設されることになった。 禅城をテーマにした超メリューとオランダの建築事務所でアーキテクテン C の案がコンペで選定され、高尾ではメカノーが手掛けた英竹中国家芸術文化中心や高尾駅新駅舎とともに台湾とオランダの合作策となった。思考はコア映像工程講師で総工費は約15億にうタイワンドル。2008年12月5日に寄港。 園芸庁が2011年10月に先行落成、消防検査などで遅れたものの2012年3月23日に、神風車劇団によるコケラ落とし公演が行われた。4月22日芸術図書館が5月23日にエキシビジョンセンターが開業し、全館開業となった。人とタイの原作を舞台化した台湾公演も当地で行われている。 高尾の気候を考慮し、胸とのつなぎ目と外周部分には半透明の天膜が張られ、ところどころにあるロート状の穴と組み合わせて直接的、間接的に自然光を取り入れて、熱気球のような空間を演出している。天膜の穴の下には溜め池があり、天膜に降った雨水はここに注がれる。地表の熱気による膨張熱で天膜が上昇し、気流を発生させる。 建屋の構造設計はアラップのアムステルダム事業所。X 字型の打ち放しコンクリート柱と合間に埋め込まれた肘型のロー、E ガラスが外壁のアクセントになっている。設計者の調ューは学校建築を多く手がけており、学校建築も都市設計の一つであり、失敗は許されないとしている。国民小学校社ト地に立つこの劇場にも、 町の思考が反映された。劇場内壁は、木見町の独立したシェルで覆われている。日本統治時代の1924年11月25日に、大鳥山軍立図書館が設置された。戦後は1956年に、大鳥山事務所法閲覧室を設置。1983年には40周年。記念として、県立図書館を県立文化中心に改称 1990年6月高尾県大鳥山市立図書館が落成。1994年4月1日にはご構築に第二図書館も落成した。当館は行政法人高尾市立図書館参加の台湾では初となるアートに特化した図書館で蔵書分野は文化芸術、音楽、彫刻、絵画、建築、舞踏、戯れ劇、映画、工芸、 撮影、書道、漫画。面積は1118坪。内装は、米国ボストン公共図書館を参考にした、木目調2013年から4年連続で、行政院教育部の補助事業、諸校卓越展覧館の対象に選定されている。1階は児童向けの作品を、2階は、建築関連図書の蔵書及びマルチメディアで、3階は、 その他の図書が収蔵されている。また、2015年に高尾市政府が緑建築に認定した。ありがとうございます。